まあ、当事者からの発言と、プロジェクトからの政策提言を、踏まえまして、宇都宮候補の方から、ご質問や、あと宇都宮候補の、政策に関してもご発言いただけたらと思いますし、それを踏まえて後半の、政策討論会 の、 冒頭の会議にできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。2月9日に行われる東京都知事選挙に立候補を表明しています宇都宮健児といいます。当事者の発言を聞きまして、これは本当に大変ひどい会社だなと。胃がんで、胃がんが見つかって手術した後にですね、もう翌日から終電、まで働かされるということと、まあ、非常に そういう当事者に対して、冷酷な手術をやっている。しかも会社都合というふうに約束したのに後からそれを繰り返しているというのは、これは非常に、ね、約束を守らない非常に非誠実な会社だなと思います。それから2番目の方の、お話もちょっと驚いたんですけど、殴られたっていうのは、これはパワハラっていうのはちょっとあれかもしれない。これは犯罪ですよ。暴行罪なんだよね。犯罪行為を会社でやられてる、そういうのが公認されてるっていうのは、これとんでもないことだというふうに思いました。それからまあそういう状況にあるにもかかわらず、なかなか相談窓口が知らない、相談する人がいないというのは大変深刻な状況で、相談に行っても適切な対応をしてくれないということは非常に問題であるなと。まあ、本当はそういう人のためにこそ、行政の相談窓口がですね、機能しなきゃいけないというふうに思ってますけど、それがそういうふうになってないということは非常に問題、深刻な問題であると思っております。それからポッセの方のブラック企業対策で、都内の労働相談窓口 の、 拡充ということで、もう非常に全体として今年間5万件ぐらいの相談を労政事務所で受けているというふうに聞いてますけど、実は労政事務所は石原猪瀬都政の14年間でどんどん減らされてきてるんですね。もともと石原都政になった時は8カ所だったんですけど、今6カ所に削減して、さらに八王子と国分にある労政事務所を廃止しようとしているということは、これはとんでもないことだと思います。こういう今 の、 ブラック企業なんかは蔓延してですね、相談したい人もたくさんいる中で、むしろ労政事務所を、拡充して、相談窓口の、充実をすることが必要かなと思っております。それから、先ほど本野さんはその消費者教育のところでも問題と比較しての労働法の教育が、遅れてるんじゃないかと言われましたけど、実はですね、多重債問題の時はですね、我々は2006年にグレーゾーン金利を撤廃する貸金業務の改正をやったんですね。でこれが2010年の、6月に関連施行されるんですけど、この貸金業務の規制というのは基本的に金利を規制して過剰融資を規制して取り立てを規制するような中身、それが、2010年に関連施行されるんですけど、貸金業法が成立した段階で大体全国に200万人から300万人ぐらいの多重債務者が存在すると言われてたわけですね。でそれはその人は貸金業法の改正だけでは救済されないわけですよ。だから多重債務者を掘り起こして、そして人に残らず解決する対策を、もちろん我々弁護士会とか司法書士会、それから民間の被害者団体はやるんですけど、それを行政でやるべきだという提案をしたわけですね。
でそういうことができたのは、貸金業法改正の時に、多重債務者対策本部っていうのが政府の中にできて、で多重債務者対策本部のもとに有識者会議が開かれて、そこに私と、日弁連から私と、それから被害者団体から、被害者全国プラサラ非連協の本田さんという人が入ったんですね。